TCK 東京シティ競馬開催5日目のメインレース第10競争第16回東京シンデレラマイル S3 3歳以上牝馬オープン距離は 1600m 出走13頭馬場コンディションは寮の発表です。断然人気3歳馬スピーディキック今日初めて小馬に挑戦します。2番ゲート収まっています。枠入り最後13番リネンファッション誘導を受けます。第16回東京シンデレラマイル枠入りが終わりました。係員離れます。スタートしました。まずまず揃って出ました。好スタート好ダッシュは6番のモンサンラファータ、内からは4番のダノンレジーナ、加わって9番ジュランビル、さらには13番リネンファッション、4頭びっしり広がってゴール板前通過、1コーナーへ飛び込んでいきます。後ろも広がって8番セパヌイール、12番レディオスター、間に10番ディアリッキー、その内に2番のスピーディキックがつけました。あとは後方勢5番のシゲルルビー、1番ロカマドール、さらに後ろの圏内7番看板娘、3番マルカンセンサー、外には11番トップザビル、縦長です。向こう上面に出ました。先頭4番のダノンレジーナ、2番手は6番モンサンラファータ、そして13番リネンファッション、3番手3頭固まった後ろ、9番ジュランビル少し遅れ始めて、しかしその後ろも離れていきました。8番のセパヌイール、外には12番レディオスター、中段に構えて2番のスピーディキック、外には10番ディアリッキー、あとは後方勢5番のシゲルルビー、11番トップザビル、さらに後ろの圏内1番ロカマドール、離れて7番看板娘、3番のマルカンセンサー、3コーナーをカーブしていきます。先頭は4番ダノンレジーナ、3連覇に向かって逃げます。2番手は6番のモンサンラファータ、その後ろからは13番リネンファッション、来たぞ来たぞ、外から2番スピーディキック、一気に後位に取り付いてきた。4コーナーから直線、外からスピーディキックが突き抜けた。スピーディキック一気に先頭、2番手はダノンレジーナに、後方からはディアリッキー追い込んできた。連れて伸びるのは8番セパヌイール、大外からは11番のトップザビル、トップザビルが2番手、3番手はセパヌイール、先頭スピーディキックゴールイン、強いスピーディキック、直線突き抜けました。そして2番手は11番のトップザビル、3番手8番のセパヌイール、以下5番のシゲルルビー、1番ロカマドール、12番レディオスターに7番看板娘固まっての入線です。第16回東京シンデレラマイル、今日は中段に構えました2番のスピーディキック、3コーナーから4コーナー一気に外から前に接近、直線あっという間に突き抜けました。世代のトップから砂の女王へ新たな歴史を刻みます。スピーディキック3連勝、重賞は8勝目、今年5勝目のタイトル、スピーディキック鮮やか、鞍上は三河となり踏み騎手、2番手は11番のトップザビル、3番手8番のセパヌイール、掲示板勝ち時計は1分40秒4、ゴールまでの 800m 52秒1、 600m 39秒6、確定までお待ちください。
ただいまから第16回東京シンデレラマイル競争優勝騎手インタビューを行います。見事なレースぶりでした。スピーディキック号手綱を取りました三鴨典史騎手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございました。中段あたりからのレースになりました。これはプラン通りでしょうか。そうですね、まあスタートで決めようと思ったんですけども、まあ、枠も内でしたし、コバとの初対戦もあったので、まあ、ペースに惑わされず、このままのペースで行こうと思ってました。道中の馬の雰囲気はいかがでしたか。いいスタートを切ってくれましたしね、道中もリラックスして走ったんですけども、なんせねコバと初めてだったので、この馬のペースとね、気分をね重視しながら追走しました。3、4コーナーで一気に追い上げて直線もその勢いで抜け出しました。最後も余裕があるように見えましたが、乗ってらしてそのあたりはいかがでした。そうですね、まあ、ダノンレジーナとね矢野騎手のね馬をマークしながらのレースだったんですけども、なんか、ね、矢野君の馬が、ね、あまり手応えなくてね、ちょっと途中から切り替えて3コーナーから外に出したんですけども、もう思った以上の抜群の切れ味をね出してくれて、本当来年が非常に楽しみなレースになりました。今お話もありましたが、今年は素晴らしいスピーディキック号にとって素晴らしい1年だったと思います。来年もますます期待が膨らむと思います。改めてそのあたりもう一言お願いします。そうですね、本当3歳クラシックね、この馬と今年1年戦えたことをね誇りに思いますし、感謝してますし、仕上げていただいた関係者に心からお礼を言いたいと思いますし、頑張ってくれた馬に本当に頭が下がります。来年は、ね、本当に目標とする大きなレースを目指していって、交流重賞でもね、結果を残せる馬に育っていけると思ってますので、来年も応援のほどよろしくお願いいたします。来年の活躍も期待しております。おめでとうございました。ありがとうございました。三鴨典史騎手にお話を伺いました。以上で優勝騎手インタビューを終了いたします。